情報学の分野は今学部の垣根を越え、まさに横断的な学びという橋渡し役になろうとしている。情報学部という分野でありながら医療現場で活用されている光ピンセットという装置に興味を持った彼女。光ピンセットはレーザーを物体に照射した際に生ずる光の放射圧を用いて、ピンセットで物体を捕捉するように細胞や粒子などをトラッピングする装置である。医学、生物学などの分野での応用が期待され、情報技術を駆使したこの装置への注目が高まりつつある。まだ配属されたばかりなので研究内容を語れるわけじゃないんですけど、情報学が医療、それも日本人にとって重要な疾患であるがんの早期発見につながる研究と聞いて、これから始まる研究実習が楽しみでしょうがないです。友人や先輩、そして様々な学問の領域に触れながら、将来は工業高校の教員になることが夢だという彼女。自分自身が工業高校出身で当時の教員に感銘を受け、工業の魅力を伝えていきたいと、教員免許取得へ向けても彼女の学びは深まっていく。